は8時17分です。エンタメ今のうち、世の中の変化をいち早くお届けするぐもり文化部エンタメ今のうち、今朝のテーマはこちら。女性ファン殺到、ついに出た人気プロレスラーの写真集。出ましたね。先ほどから話題になっておりますが、はい、このプロレスの試合に駆けつけるのは男性だけというのはもう昔の話です、うん、今はたくさんの女性ファン、しかも母と娘が2人で押しかけているのをご存知でしょうか、うん、私は昔からね、格闘技の会場何度も行ってますんでチラチラって見てました。格闘技の会場はポツリポツリと結構レベルの高い女性が昔からレベルの高い女性が昔からいたんですけど、そうレベルがよく分かんないですけど個人的な趣味ですけど、まあ、今は絶対数がドーンと増えたということなんですよねそうなんです、まあ、女性ファンなど新しいファン層を開拓しながら盛り上がっているということで、はい、今回写真集まで発売されることになりました。そこで今朝は今の人気を引っ張るプロレスラーの一人で写真集にも出ていらっしゃる方にお越しいただきました。ご紹介します。新日本プロレスの岡田和親さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。朝早くありがとうございます。ありがとうございます。もう群毛にで、はい、来たね今強烈な一発来ましたもっと怖い人かと思ってたら優しそう。パッと入ってきた、ね、いらっしゃった時にあら、はい、優しそうな方がやけにこう、本当ですか、絶対いい人って気がする。いきなりテーブル蹴り上げた気がするんですけどそんなしてないですかねあの体つきももっとすごい、はい、もりもり系かと思ったら、そうやっぱり今この、ね、あのジャンパーを着てらっしゃるんで分からないと、はいね、脱げばやっぱりすごいんでしょ、やっぱりね。そうですね。でも、うん、まあ、あの昔のレスラーみたいにもうボーンってでかいって感じではないですね。もう脱いでも、はい、でも写真集を拝見すると、はいはい、生つまいが乗ってないすごいいい感じで鍛え上げられてますよね、はいはい、これもね、僕昔から思うんですけど、こういう筋肉質の方っていうのは筋肉注射した時普通の人より痛くない。筋肉注射どうなんですかね。あのインフルエンザの予防接種とかも受けます。受けますね。でもまあ痛みに慣れてるというか、あ、そうか、まあ、注射は嫌ですけどね僕は、うん、いやしかし本当にあのメールも、たくさんいただきまして、なかなかこういうラジオのご出演ないでしょ。そうですね、まあたまにあるぐらいですね。そんなにたくさんあるってわけではないですね、はい、いやあのメールで先ほどぜひ福井さんレインメーカーを直に受けてくださいってそれは無理だって死んじゃうよって、そうですね、僕まだ捕まれたくないですね。いやあれ私何とか見たことありますけど、すごいスピードですね、あの交錯する時の。そうですね、であの自分の、うん、僕はあの相手も引っ張りますので、うん、引っ張りつつ自分も出ますので、あすごい衝撃になると。やってみますか。いや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 あれ本当に気を失う人もいるでしょ。でも全然いますね。いますよね、はい、絶対いるよあれは、うん、すごいです。首元にポーンと入ったらもう絶対息止まっちゃうもんね。ということで、あの、岡田選手のファンの方はもうね、よくそのあたりもご存知なんですが、簡単ではありません。じゃあここで岡田選手のこれまでをご紹介したいと思います。2004年メキシコでデビュー、2007年新日本プロレスに入団した岡田選手は2010年から海外へ武者修行に行きます。そして帰国した2012年1月、岡田選手は髪を金髪に染め、ファイトスタイルもヒールに変化、自らをレインメーカーと称するようになります。そして2012年2月、 IWGP ヘビー級王者棚橋弘選手に挑戦。大方の予想を覆して棚橋選手を破り、第57代 IWGP 王者に。ところが6月、棚橋選手に敗れ王座から陥落。今年は5度対戦、そして1年3ヶ月ぶりに来年1月4日東京ドーム大会のメインイベントで第61代 IWGP ヘビー級王者棚橋選手との一大決戦が控えています。ということでちょっとね、まあ、ちょっと盛り上がってまいりました。盛り上げちょっと言わせていただきましたけど、ありがとうございます。私も K1 ぐらいは結構あの、実況やってたんですけど、はい、プロレスはあの三宅アナウンサーがよくやってましたんでね、昔はあの女子プロレスもそうでして、あの、まあ、もっと昔は男子プロレスっていうのはね、あのゴールデンタイムにずっと流れてましたからね。今あれですか、女性ファンが多いなという気づかれますか。そうですね、やっぱり入場してリング上からの客席を見ますと、女性ファンかなり多いなと、増えたなと。昔はそんなことなかったですけどね、やっぱり男性ファンの方が多かったですけど、イベントにしてもやっぱり女性ファンの人がたくさん来てですね、
すごいなと思いますね。レベルの高い女性がもちろんですよ。ポチリ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 、もうレベルの高い女性が、いやいや、あれでも、格闘技っていうのは、はい、リングに上がる直前が一番怖いっていうじゃないですか、はい、そういうやっぱりドキドキ感ってやっぱりあるんでしょう。僕はもう直前まで、うん、本当、まあマネージャーの人とくだらない話してますけど、ね、やっぱそれ気を紛らわして、そうです、紛らわして、でもう本当本番に集中、お客さんの前に出る瞬間にスイッチ入れてっていう風にしてますね。僕はレインメーカーっていうのを三谷さん、なぜレインメーカーというか知ってますか。これ必殺技ですけど、雨もうニックネームではないですか、はい、これレインメーカーってあれ映画から撮ってるんですよね、まあ、映画からというか、僕アメリカ、その海外修行に行ってた時にアメリカなんですけども、その時にこうそういうレインメーカーっていうフレーズを聞きまして、その風の雨を降らせるぐらい、ご活躍する人、はい、国の雨か、そうですね、そのメインのメーカーということで、ちょっとウィキペディアレベルで申し訳ないんですが、ってレベルって言っちゃあれですけど、ちょっと調べましたら、学生時代めちゃめちゃ足が速かったでしょ。そうですね、もうでも県大会ちょっと出たぐらいなんですけども、足は速かったですね。今どれぐらいで走るんですか。ちょっと2年前に、50メートル走った時は5秒9、すごい5秒台そうですね。その前日ちょっと富士山登って帰ってきたんですけど5秒台足がパンパンで大丈夫かなと思いながら、5秒台出てきた。50秒5秒台ってやっぱり運動能力がいいんです。すごく昔からやっぱり何やっても大体オールマイティだったんですか。そうですね、何やってもできちゃう人間でしたね。じゃあ部活でいろんなとこから誘いがあったでしょう、はい、もう僕はもう野球だけやってましたね、中学の時は。もう中学卒業してもうすぐプロレスの世界入りましたので。191センチあるんですか。そうですね、はい、これはすごいですよね。さて、そして今回話題になっておりますこの写真集ですが、はいはい、岡田選手と宿敵の棚橋選手、さらに井伏幸太選手、中村慎介選手という新日本プロレスの人気を支えるイケメン選手4人を大フィーチャーした写真集、これ明日発売なんですね。タイトルは BE と書いて B ですけど、別に8ではない B ですよね。 BE、 これはどういうところからついたんですかね。はい、あ、ごめんなさいそれ私がご紹介してどうですか。担当者の方に伺いましたら、選手としてのこう A 面ではなくて、パーソナルな B 面を見せたいということと、英語で、まあ、なんとかである、なんとかになるという意味を持たせるために、この B、 B 同士の B ですね、になったということですね。なるほど、なるほど。で、構成としては、先輩の、棚橋飯伏組と後輩の中村岡田組の2人組に分かれて、なんていうんですか、本当に反対側から読んでいくとこっち、反対側から読んでいくとこっちみたいな、表と裏と、表拍子裏拍子の方向からね、はい、分かれて撮影が、はいはい、写真集を出すよって言われてどうだったんですか。いや、もう本当僕てっきりプロレスの本当普段の感じかなと思ってたので、もう全然違う感じなので、そうですね、それ最初言われた時はどんな感じになるのかなと思いましたね、ああ海辺でね転がってたりとか、サーフィンやってらっしゃったりとか、ね、あとニンニク抜いたりとか、そういうところちょっとグッときましたね。よく見てるさっきも読み込んじゃって、ね、読み込んじゃって なるほどバーベキューシーンとかもねありますよ ね、はい、ああそうなんですか、はい、この中で一番気に入ってる写真って どんなところですか。転んでるやつ全部ですね。全部ね。全部ですね。なんか結構コルベットでドライブする写真があったり。あ、そうですね。はい。あれはなんかご自分の車なんですか。そうですね。はい。自分の車で今日も来たんですけども。あら、今日も。駐車場入れるときにちょっとしたガガガガってなって。そう。低いから。すいません。いや、まあまあまあ、まあ、表情が全部自然でいらっしゃいますよね。そうですね、はい、これ私物ということはご実家がお金持ちなのか、ご自分がお金持ちなのか。もうレインメーカーですね。レインメーカー、金の雨が降って降らして、今回この撮影を担当されたカメラマンの方に、岡田選手の被写体としての魅力はと伺ったら、こんな答えが返ってきました。一言、可愛さですかね。今回あまり作り込まず、できるだけ自然体を撮れるよう意識しましたが、岡田さんが時折見せる可愛さが最高でした。このカメラマンの方は別にその割とこう
男性に興味のある方ではないんですけども、ね、あいかわいそうか。 T シャツとかシャツこう脱ぐ瞬間のいいじゃないですか、この表情が。あの出てますね、かわいさ出てますね。恥ずかしくなります。自分で言う方なんですよね。はい、この岡田選手のもう素を見ることができる写真集、うん、B ワニブックスから明日12月10日発売です。そして岡田選手にはこの後言葉の広場にもお付き合いいただきますので、はい、もう少しよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、グッモニ文化部エンタメ今のうちでした。言葉の広場、言葉の持つ本来の意味や TPO に合わせた上手な扱い方について今朝も考察を深めてまいりましょう。今日のお題はこちら、しょっぱい試合の謎。東京都世田谷区にお住まいの52歳の男性ビルさんからいただきました。息子が映画を見て帰ってきた時、感想を聞いたら、しょっぱい内容だったとつまらないことを表現していました。情けないとかつまらないといったことをしょっぱいなんて時々言いますが、これはどこから来たんでしょうか。関西弁由来のような気もしますし、塩辛いものを食べた時の顔からダメなものという意味から派生したんじゃないかと予想していますが、どうでしょうか。このコーナー、新日本プロレスの岡田和親さんにも、付き合っていただきます。よろしくお願いします。伺いにくいんですが、岡田さん、ご自分の試合の後、なんか監修からチラチラと、今日はしょっぱい試合だったななんて言われたりそれはしたことはないですよね。ないですね。それはこれ失礼な、はい、もう毎回いい試合してますので。はい、だと思います。でも本当昔はありましたね。あ、そうなんですか。そういう時もあったんですか。まあ、試合だけじゃなくて、しょっぱいなって先輩に言われたりとか。うるせえなと思って、ね、じゃあ大体このところの先輩に言われてうるせえなと思ったら、その反骨心にね。そうですね。大体しょっぱいのこう語源みたいなの分かります。いやー、でも昔からなんかしょっぱいしょっぱいって言ってるので、うん、何が語源までは分からないですね。プロレス界では言っているということなんですが、言ってますね。はい、情けないとか恥ずかしいといった意味で使うそのしょっぱいの由来は、その実はプロレスと深い関係にあるんですね。もともとしょっぱいを使い出したのは相撲の世界。力士は負けると土俵に倒れます。土俵には塩が撒かれています。そこから塩が撒かれる土俵に張ってばかりいるという、すなわち弱いということを暗に表す隠語がしょっぱいだったんですね。で、相撲ではその弱いという意味だけだったんですが、相撲出身のあの力道山さんが、プロレス界に持ち込んだことでしょっぱいが広まり、意味が微妙に変化していきます。プロレスはただ強い、弱いだけが魅力ではありません。魅力的な人柄、試合運びなど様々な要素でファンを魅了しなければダメです。そんなプロレスではしょっぱいは弱いことではなく、ファンをしらけさせるレスラーや試合という意味になっていきますね。うんうん、まあ、ですから、あ、もう馬場さんもやっぱりね、しょっぱいね、あれはやっぱりだ、ね、このプロレスの業界用語が1980年代以降プロレス人気が沸騰するにつれ、プロレスファン、さらには一般にも広まったと言われております。ここまではご存知なかった。知らなかったですね。はい、しょっぱいはね、そういう意味なんです。今ご紹介しましたプロレスはただ強い弱いだけでは魅力ではないと、魅力的な人柄、試合運び、そして様々な要素でファンを魅了しなければいけない、この3拍子揃ってますね。全部もうクリアしてますね。もうやっぱ僕にはちょっと遠い縁がない言葉ですね。しょっぱいっていうのは。さあ、岡田選手は来年1月4日東京ドーム大会 IWGP ヘビー級王者棚橋選手との一大決戦を控えています。はい、しょっぱい試合はできません、できません。はい、一言意気込みをお願いします。はい、そうですね、本当来年の1月4日東京ドーム大会はプロレス界史上最大の戦いを僕はしたいと思いますので、はい、しょっぱい試合じゃないので、また皆さん、はい、風の雨が降る瞬間を見に来てください。かっこいい。はい、はい、今日は岡田和親選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。かっこいい選手ですね、やっぱね。いや、試合見に行きたいって今思ったんですけど、もうチケットないんでしょ。ないないないチケット。こういうことなんだな。千葉県我孫子市の51